100周年の記念の今ロゴが入ってます。こんな感じになるといいですね。ちょっとこう期待したい感じがあります。こちらがですね、あと D500 になりますね。同じような形で、外装はですね、少しこうメタリックで、つや消しの塗装になっているというのが分かるかと思います。ぜひ製品化ですね、してほしいですね。これは具体的にですね、どの製品がですね、ラインナップされるっていうのはまだわからないそうなんですけども、一応こちらにですね、第3元の 2.8 シリーズのですね、3本の、モデルが展示されてます。見た感じで言うと、外装がですね、少しこうメタリックな感じで、艶消しっぽい塗装になってるっていうのが、まあ、現段階での、様子です。それから100周年のロゴですね、こういったものが脇に入っています。